皆さんこんにちは。こんにちは。東海学生サッカーリーグ第8節日本福祉大学戦をお送りいたします。実況は私中瀬弘也が、解説は川内が お送りいたします。さあ、残留に向けて一つ順位が上の日本福祉大学、絶対に落とせない一戦となります。さあ、スターティングラインナップを見ていきましょう。さあ、スターティングラインナップです。前節と同じ11人が選ばれております。伊藤育真、増田光大が帰ってきました。怪我と飲酒明けですね。さあ、行きましょう。行きましょう。さあ、前半4分、日本福祉大学がボールを持ちます。左サイドに展開、左サイド縦使ってくるか、縦入ってきました。さあ、このシュート、おっと、打ってこない。おー、防げました。いや、嫌ですね。相手こねてくれたんで時間ができましたね。良かったですね。ラッキーですね。さあ、これも左サイドです。さあ、低い位置でボールを持ちます日本福祉大学。長いボール裏を簡単に取られます。おっと、オスカイカバー。ああ、オスカナイスだ。ナイスカバーですね。さあ、ゲームは続いております。奥、ああ、マジ？これはこれ厳しいですね。厳しいですね。ラッキーパンチと言っちゃラッキーパンチですけど、あと一歩寄せたらどうにかなったんですかね。わかんないですね。申し訳ないです。シュートないですね。よかったですね。なかったですね。さあ、ボールは切れません日本福祉大学。川内から長いボール、面白いところに落ちそうです。弾き返しますが、セカンドボールを拾います。静岡大学、何もなかったようですね。さあ、セットプレーですか。さあ、長いボール静岡大学。さあ、ここで前半終了です。さあ、後半開始です。行きましょう。さあ、静岡大学ボールキックオフ、長いボール金子。さあ、福岡後半5分、はい、大阪がボールを持ちます。引っかかります。うわ、危ない。危ないですね。1-1、爆速で戻ってるのは誰でしょう。あ、ギバよく止めた。あ、ナイスキー。さあ、打ってきましたが、これもブロック。危ないですね。危ないですね。この試合不用意な奪われ方というか、失い方は悪かったですね、ボールの。そうですね、引っ掛けることが多かったですね。そうですよね。安全にやりつつ狙っていきたいですよね。さあ、ここボールを奪いたい静岡大学、奪いました。真ん中、左。さあ、斜めのボールクロス、おっと、これは決めきれないですね。いや、こういうのいいチャンスですけどね。ポケット決めきりたいですけどね。相手も中枚数多かったというか、しっかり固めてきましたね。ここまで見てみて、やっぱちょっと硬いですよね、試合展開的には。さあ、ここも静岡大学ボール持ちます。とはいえ、もう後半も30分なんで、だいぶオープンな展開にはなってくるとは思うんですが、さあ、ここも中盤をつけます。さあ、いい感じ。さあ、ロングボール、素晴らしい、いいの入ってきました。来たか。いやー、これ決めれない、しんどい。後半30分、日本福祉大学がボールを持ちます。さあ、右サイドですか。右サイドに使います。さあ、うまくワンタッチ使いながらボールを運んでいます。日本福祉大学、跳ね返しました。静岡大学、カウンター打ちたい。ナイスだ。フリック、あ、違った、打ってた。静岡、いや、白石ですかね。白石さんですね。白石さんですね。さあ、後半42分、もう試合時間はないですけど、攻めたいですね。どう動くんでしょう、試合は。長いボール、おっと、抜けてきた。クロスが上がる。うわー、ドンピシャリ、ドンピシャリ行かれましたね、これ。いやー、しんどいですね、ここの時間でのビハインドは。この時間しんどい。ここも奪われ方が悪いですね。
あーよく止めました金子、素晴らしいディフェンス。さあ柴原フリック、吉田が行きます。展開、おっとこれ引っかかりそう。いややっぱ奪われ方ちょっと良くない。裏一本、さあもう一人引敵がいます。打たれた、厳しい、厳しい、3点目、厳しい。心が折れる音がしました、しんどい。さあもうラストチャンスですかね、ここで試合終了。第9節、10節は静岡でのホームゲームの開催となります。意気込みをお願いします。いやここ負けれないですからね、3節しっかり勝利してで残留しましょう。あるんで、可能性はあるんで、やるしかないです、やるしかないです、はい、残留しましょう、残留しましょう、はい、イエス。